準備ですか。こんばんは。おはこんにちは。こんばんは。はい。じゃあ行きますよ。あ、160人見てる。もういいかな。いいですね。じらすな、じらすな。行きますよ。せーの、ゆうかー。声小さくねとか。怖っ。はいどうもゆうかです。ゆうかです。ゆうかです。こんばんは。ゆうかとか言ってゆうか、みんな呼んでくれてる。今も、yes、ちょっと待って、ちょっとライブを見ます。あ、あかねさんが、あかねさん、あ、山さん、キラさん、山さん張り切りすぎでしょ超かわいいですゆうかさん好き早々にすごいよ、みんな待ってました。やばいね、飢えてるね。今む飢えてるねじゃあ自己紹介お願いします。自己紹介なんだ、え、名前、今村ゆうかです、うん、なんだ、何知りたがられてるのか分かんないなんだっていう人いないんだけど。 AB 型です。はい、はい、以上です。はい、ということで今日はゆうかです。キラキラ東京の女ね、ほんとそうよ。サムツ応援してます。大ファンです。ありがとうございます。キラさん、なんだわ笑うなんか話したいことある200人も見てる嘘、話したいことあるってやばくないざっくり1年ぶりのインスタライブですけど。あ、そうじゃんね。そうだね。どうですか、27になって。27になって、ゆうか様、え、インスタライブした時はもう手術してたんだっけ。うんうん、終わってる終わってる。自粛の時じゃない。あ、そっか、うん、そう、ギリギリまでね、お面かぶってたやつザ・青学。じゃあミキはノブなん最近なんなん、ただの雑談いや、どんな感じなの。何、私たち同期なんですよ。そう、今日はシャワー浴びてから、確かになんかびしょびしょだったっけ。そう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 、びっちょびちょでちょっと待ってっつって、間に合わないっつって今日はね、今日はちゃんと1年前も見てましたよ。本当ですか。あ、ミキさんのノートはどうでしたかね。それを、そう、いや、マジでミキのノートあれはさ、なんかさ、もう何、もうノーパンだよねノーパンとか言うなそこまで脱がしてくるかみたいなやめて、気まずいが溢れちゃう。恥ずかしかったけど、ミキの文章によってなんか今村がちょっと2割増しでいいやつに見えた気がしたよね。マジ、うん、いやでも優香ほんとにね頑張ってますから棒読み、ほんとだよ、頑張ってるよクソ棒読みなんでジャージの文字は逆さまで、あ、これね反対向きに書いてるんですよ本当は。そう、私もさっき突っ込もうと思っちゃった。ほんと、うん、そう、すごいインカメだから。尖ったナイフさんですね。あ、そう、尖ったナイフの話していい、うん、私知らんないけど、あのね、どうやってメンチ切ってたんですかっていう質問が事前に来てて、うん、あのベンチに、私にメンチ切ってたんじゃなくて、当たり前だけど普通に対戦してるあの金谷のコートに向かってなんかすっごいメンチ切ってて、優香はめっちゃ調子よかったよね、うん、もう死ぬほど調子よくて、うん、めっちゃガンガン決めてて、もう今村止まんねえみたいな金谷の雰囲気になってて、でもなんかすっごい睨んでんのアホみたいにそんな睨む人出会ったことないから、あの人めっちゃ睨んでんじゃん、しかも調子いいのに何なのってずっと言ってて、うん、で、あの私たちの顧問先生が浜田先生って言うんだけど、浜田先生人のこと褒めないわけよ基本、人の前で人のことを褒めることがない浜田先生が、今村はやべえっつってめっちゃ優香のことを試合終わった後なんかベタ褒めしてたから、あ、やっぱ優香やべえんだと思って。いや、なんかさ、カナヤってさ、結構、なんつうの、きっちりしてるじゃん。まあね。だからさ、正統派だよね。そう、だから浜田先生にめちゃめちゃ嫌われてると思うんだよねけどもう、押し切ってた。もういや、もう青学はすごい、もうチーム的にもね、なんか
まあ緩いって言うとちょっとなんかあれだけど、普通に緩い。春合宿とかもね、一緒に合宿して、私たちもクソみたいに走ってんのに、じゃあ全員寝起き、もう本当に嘘でしょみたいな、なんか走ってんだけどみたいな、無理ーとか、ご飯とかもね、食堂まで私たちなんか知らんけど走っていってんのになんかもうやべえみたいな、なんかもう全然、うん、でしっかり二度寝してから当たり前みたいな、いや本当青学はすごい、今マジすごい、カメラに向かってメンチ切ってほしい、今でもできる？メンチ切るってどういうことなん？私無意識だもん。確かに。って感じ。おいこら。治安悪すぎだろ。めちゃくちゃおもろいんだけど。いつもねこんなことばっかりやってる。今も切れられたいでしょ？絶対需要あると思うんだよね。ミキによってキャラがさあれしてるよね。期待してほしい。どうするド M だったら。またグデタマ、またグデタマ、グデタマ。ここでゆいかが言いたいことあるみたいなんで、ちょっと皆さんいいですか。私あのグデタマさん、私グデタマ好きじゃないですよ。だそうです。なんか一生グデタマ好きみたいな感じのキャラになってるけど。たまに試合でもしてやったりとかはしてますよね。してる？してやったり。うん、そうだね、そうだね、確かにドヤ顔してるよね、やるかやられるかだから。確かに。あと優香との思い出回しもう一個言っていい、うん、2人で初めて飲みに行った時に多分4時間ぐらい、まあ、全然前、もう2年か3年ぐらい前の話、うんうん、2人で飲みに行って、待って飲みに行った2人でどこ行った、ひろひろ、あ、近くのね、一人屋さんに行ってお会計ってなった時に普通に2万超えてて食いすぎでしょっていう思い出が、確かにびっくりしたね、うん、2人で行って2万超えることあります？食いすぎなのか飲みすぎなのか分かんないけどね、いや大体4人くらいでさ2万は分かるけど、髪は伸ばしますか？みんな飲んだらどんくらい行くんですか？あかり選手とのモノマネしてください。何？あかりとの絡み、あかりとの絡みの、まあね、分からんけど。読んでくれてありがとうございます。指でボール、あ、お、これですよね、得意、全部の指で回せ、あ、全部の指で回せます。そうなの、うん、ちょっと後で今度やろう。全然高級な焼き鳥屋さんじゃないよね、うん、普通だよね、普通。あ、待って、私の友達がいる。お酒強そうですねとか、しらきってるわ。怖い、怖い。好きなお酒は？好きなお酒は、もう一杯目のビールが、もう最強。最強、もう。今飲んでる人いるかな？飲んでる人いますか？で2万ってどんなお酒を召し上がったのか。普通に、普通だよね。普通に4時間も行ったんだ。でもその後なんかもう一回、もう一回行ったよね。行ってないよ、だって近くにないもん。それは優香と清原と3人で行った時で、そこで優香が緑茶杯を教えてくれて、あ、美味しくてハマってくれたね。そう、緑茶杯にめちゃめちゃハマったっていう。先輩方と飲みに行くことはあるんですか？先輩方と飲みに行くことあります。結構飲んでます。ビール飲んでま す, でます。おー、じゃあ乾杯しようよ、青汁で。健康第一、せーの、乾杯。乾杯、以上。今季一番印象に残った試合はどれですか？え、なんだろう、今季、うん、なんだろう、どれもこれも。どれもこれも結構なんか術話系で復帰の試合だったから、どれもこれも鮮明にって感じで。本当かよ。どれもこれも鮮明にって感じで。なんか違う、一個一試合一試合なんか感覚が変わっていくの、久々だから。なるほど、うん、だからなんか、あ、
ちょっと掴んだっていうのがこう更新されていくみたいな。あ、いいね、うん、すごいね。だからここまで来てすごいなんか、あーこんな感じだったな、でもここまだ違うなとか、なんかこう、まだ完璧には来てない。あ、でもここ最近の練習でちょっともう一個こう上がれて、うん、なんかちょっとだけなんか納得いくプレーも増えてきたなって感じで思う、ここ最近、うん、てかジャンプが戻ってきた。あ、やっぱね、飛べないとあれだよね、うん、そう、ハイジャンパー今村ですから。いやもうね、皇后杯のね、あれ何年の皇后杌だっけ、平成平成だったよね、平成生まれだから。そうだよね。あ、そうか、令和だから今。令和なのか。平成29とかかな。平成って何年もだったんだっけ。31ぐらいじゃなかった。じゃあ、うん、平成29とかかなの皇后杯の優香もね、やばかったよね、あの時。だって荒木さんと誰かのブロックのインナー抜いて、ネリマンさんじゃん、ネリマンさんと荒木美香さんのブロックのインナーを抜いて、あの時はもうなんか何も考えてなかったかと思う。あ、でいけるみたいな。あ、いや、あの時の優香マジエグかった。古賀選手との対戦もした時はどうでしたか、古賀ちゃんと対戦した時。うん、対戦した NEC じゃない。うん、古賀さん単体ね。古賀ちゃんなんかすごい良かったよね。すごい良かった、うん、すごいなんかバカスカバカスカやってた、うん、楽しんでたよね、古賀ちゃんが。そうなんだ、めっちゃいいじゃん。知らんけどな。知らんけどな。知らんけど、でもすごい、うん、今村選手、白澤選手のテンションにいつもついていけますか、ついていきません。え、面白いコメント来たんだけど見て。You are very attractive but I love you nose。 どういうこと、どういうこと。鼻が好きってこと。マジ。ウケんだけど。いや、私結構鼻コンプレックスで、コンプレックスとか言うとさ、なんか見られるから嫌なんだけど、うんうん、多分こういう感じなの、私の鼻って、うん、で私親に、あんたの鼻ってあぐらかいてるよねって言われて。いいそう、めっちゃいいそう。お母さん、こうやってやると、そう、あぐらかいてるよねって言われて。いいそう、めっちゃおもろい。ゆうかのその言葉はお母さん譲りなんだね。そう、ゆうかのね、言葉のチョイスが本当におもろいんだよ。みんな結構みんな言ってくれる、てか独特って言われる、うん、独特、変でも伝わってくれるでしょ。そう、あの、分かりやすく言ってくれるから、なんか、そう、面白い。ノート見て好きになってくれました、だってありがとうございます。泣いてる美咲さん励ます、ゆかさんからもらい泣きしましたって。そう、すごい見てくれてるじゃん。私が励ましててからもらい泣きしたか、美咲の涙にもらい泣きしてたか。両方じゃん、両方、二つあって、鼻あぐら。え、てかさ、私のこと知らなかったでしょ。知らないよ。あ、だよね、うん、そうだよね。でもあやのさんになんか、そう、かのやで来るっていうのを聞いてたから、うん、え、どんな子なんですかって言ったら、いや、でも面白いやつだよっつって言ってて、うん、え、そうなんだみたいな感じで知って、おみたいな。ホテルで会ったやつの覚えてる？覚えてる、覚えてる。あ、みたいな。そう。どうも。おお。すごいいいね。想像通り来たと思って。鼻があぐらの一言でファンになりました。よかったじゃん。この鼻。よかったじゃん。大仏様が座ってるから。顔面の真ん中に。兄弟、姉妹はいますか？お兄ちゃんがいます。全然似てない、私より身長もちっちゃいお兄ちゃんがいます。ゆうかのあのさ、家族の呼び方差し支えなければ教えて差し上げてよ。母親が母、うん、お父さんパパ、お兄ちゃんあんちゃんで、おじいちゃんが弟、おばあちゃんがおか。ずれてんだよ。お母さん母だから。母って呼ぶ。母とパパ。母とパパ。
パパっつって分かりづらすぎでこっちのやつ答えよう。あんちゃん写真集出さないんですかっつってね、私も出したいわ。出さないね需要ないよなんか、はい、何あんちゃん、ま、漫画みたいですよね。あんちゃんってお父お母、おばあちゃんとおじいちゃんがお父お母。分からんどれ。美咲さん、美希さんの第一印象は、第一印象はなんだろう。へーって感じ。いやいや興味持て。これが吉田美希かみたいな。怖審査審査入ったかもしれない。優香さんにとって吉田は吉田さんはどんな存在ですか。いやどんな存在、同期なんかあれみたいじゃんでもさそんなあれだよね、仲良くないよね。うん、なんか仲良くないからずっと一緒にいるとかじゃないもんね、うん、むしろいないよね、うん、あの清原と一緒にいるイメージだった。あーオフの日とか、まあ、どっちかっていうと清原の方が遊んでたね、うん、めっちゃ、てか基本的に吉田マネの好きなところとかミキについてみんな知りたがってるわいや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 、そんなことないでしょ。私がだって優香のこといっぱい書いてからさ。あそういうことね、うん、でもミキはね、何なんかいいこと言ってよ。なんだろうね、ミキはね何なんか口がうまいよねよくないじゃん口がうまい、口がうまい、口がうまい、適当に言ってる。いや、なんかそういう風に持ってくのがうまい。どういうこと？その気にさせるみたいないい意味でだよね、うん、多分、うんうん、いい意味でね、そう、みんなを回してると思う。回してるよ使えるやつは使おうあれ言ってよ。何あの、あのほら試合の時の、あれなんだよ、軽食のセンスがいいって言ってる。あ、そうそうそう、ミキは、いやそれはさ、なんかさ遠回しに今が悪いって言ってるようなもんじゃん。誰も言ってないよ何言ってんのいやミキはなんか遊び心があるというか、多分何自分も食べたいものを買ってくるから、そう多分先週系もいい、そう、うん、食へのこだわりがね強いから。だってこんなとか言っちゃうんだ美味しくないものでさカロリー取りたくないじゃんみたいな本当そうだよ、そういう感じだからさ面白い。回転寿司は何から食べますか。回転寿司は優香はね、あのあれだからハイクオリティなお寿司しか行かないから多分回らないやつだよね回せ回せ回さないでしょお寿司。回すよ、回ってこいや何から食べる寿司は。何からとかこだわりないかな。ガリじゃん。あ、ガリ食べるね。ガリじゃん。優香の好きな食べ物何？優香なんか変なの好きじゃん。最近はホタルイカ。違う。最近ホタルイカが食べる。好きなものは、あ、でもラムも最近好き。ラム肉。やっぱちょっとあれで癖あるやつだよね。うん、あとヨーグルトにアホほど。きな粉かけて、うんうんうん、半分むせながら攻撃されてるきな粉にもう喉仏って何これにまとわりついてくるのきな粉ってそれがいいんでしょ。それがいい、もう求めちゃうから、ね、あとあのストイックみたいなこと、優香のストイック話があって、何一緒に岩盤浴行った時にもう私は暑くて無理と思って出て、でも優香いやまだ行くとか言って、なんかいやまだ行く、もうすっごいなんか自分追い込んでなんか暑いの入った後に寒い部屋に入る時も、いやもう寒い出るっつったら、いや私はまだいる、いやなんでも出ればいいじゃん寒い、いやまだなんか負けたくないしみたいな、なんか15分4回しないと負けだからみたいな、なんかもうなんかと勝負されてるんですよ常に。基本勝負するね。じゃなんか一個前に負けたくない意味わかんない本当にもう1個前15分行けたのに今これは妥協しちゃダメだ
アボカドロ、アボカドロ、何何と、きなこじじい、じいじい、じいじい、ゆうかさんは他のチームで誰と仲いいですか。誰だっけな、誰だっけな、誰と仲いいか、よし、山岸さんは仲いいですね。ああ、山岸さんまだ見てるかな。絶対見てない。やっぱりブルーベリーですか、好きなフルーツは。好きなブルーベリーは好きだね。フルーツなんかすっごい食べてるイメージある。フルーツ好きなんよ。こっち見てるとか言われてる。こっち見てるわ、笑う。そりゃ見てる。めっちゃおもろいじゃん。見てるよ。見てるよ。なんだっけそれ。なんだっけ。奪い合い。うん、見てるよ。ここにいる。懐かしい。ブルーベリー優香。ガチなお嬢様なんですか。え、どうなの？全然。全然。え、なんで、なんて言うんだっけ？下町って言うんだっけ？下町、下町も底辺、底辺。いや、そういう下じゃないじゃん。全然お嬢様じゃないし。優香様、ド M 説。ああ、そういうことね。どういうこと？トスからこんばんは。あ、トスだって。トスからこんばんは。こんばんは。トスはいいとこですね。もっと見てとか言って欲しがってる人いる。今度ミキが見てみよう。久光製薬。今村さん、親戚にいたらお小遣いいっぱいくれそう。ああ、あながち間違いじゃないでしょ。今村さん、今村さん、うん、おすすめのカンドラ。それはミキが詳しいんじゃない。サイコだけど大丈夫、見てたらもう優香を思い出すから、あれ見てください。なんだっけな、それと、ね、それでも走り続ける、あだっけ、うん、なんかあるよね、見てないけど、うん、私なんかマナにおすすめされてみて、それのなんかあの少女時代のさ、スヨン、テヨン、スヨン、スヨンとか言ったっけ、でかい子、スヨンかなんか出てて、その子のが、うん、なんか自分の感情がわからないみたいな子なん、うん、いや知らんけど、うん、見たけど、わそう、多分しか、それがなんか、それも私に見えるってマナに言われた。やばいやつ全員言うかって話。簡単に言えば。そういうこと。レセプション、ディグ、アタック、ブロック、サーブ、得意なものと苦手なものは何ですか。何、アタックは得意とか好き。その他は苦手。でも最近ブロックがちょっと楽しくなってきてる。ゆうかってさ、なんかあんまりパーしないよね。なんかずっとこうやってやってるイメージなんだけど、打つときもなんかチョップみたいな。そう、開かないんだよね。ずっとこうやってやってるよね。うん、不思議。不思議。バレ、スパイクスってもこうなってんのかな。こうなってる。多分。みんななんかこう、なんかビョーンってなってるけど、ゆうかはなんか多分神経通ってないよね。好きな何？動物？犬、パグ。やはり録画したものは倍速で見ますか。見ます。カンドラ TV がやばいですよね。もう意味わかんないじゃんっていう。倍速じゃない、時短だよね、時短。でも今になってわかるよ。でしょ、うん、遅い、遅いよね。なんかでもドラマとかさ、倍速で見ちゃうからさ、結構でも言ったら惹かれる。マジ？え？嘘でしょ？間が、間が大事？間が大事じゃん。とか求めてないもん、まあ。そう、早く言ってほしいよね。結果を早く知りたい。じらすな、じらすな。な、昔からブロック手が開かないタイプ。知り合い？あ、横川な、あ、そう、知り合い、知り合い。そうなんだ。突き指したくないから。そういうこと？いや、わかんない。倍速いいですよね。倍速指示あるよ。やっぱでも若い人多いらしいよ。そうなんだ。二人仲良しですね。イエーイ。好きな人間誰ですか。好きな人間誰ですか。
人間ってめっちゃ幅広いから好きな人間優しいね、ゆうかを思ってくれてる。ちょっとおかしいやつ違う、それは違う。どういうこと。癖ある人がいいね。あ、自分も癖あるからね、うんうん、誰が癖ある人見つで優雅的に誰だろう。癖っていうとね、ちょっとあれよね、ちょ人が出てこないよね。シオンじゃん。あ、いや、シオンはなんか分からん、癖なのかオタクなのか分からんけど、癖なのオタク。私とは違う人種、まあ、癖まあでも優香が一番かな。嘘、うん、なんかそういう意味の癖は、なんか変な癖じゃん。変な癖じゃないのか、ワールドがあるよね、うん、しかも優香ってあの優しくないわけじゃないんですよ。なんかすごい尖ってるし、キレるときはマジでキレてるけどでも優しいときはね、本当に優しいから、例えばなんかコートの中に入ってる若い子とかにもすごい声かけたりとかするの見るし。そうだね、なんかね、あの落ち込んでるときとか、なんか励ましてる風じゃなく励ましてくれるみたいな大丈夫なんじゃんとか、なんか頑張ってんじゃんとか、なんか言ってくれる感じ言うわ。癖が強い。ゆかさんかっこよくて好きです。かっこいいよね。ありがとうございます。あ、部屋散らかってんぞ、片付けろよって叱ってください。やばい、これいっぱい飛んでくるやつ。部屋散らかってんぞ、片付けろよって叱ってください部屋…あ緊張してるむせたわ。部屋散らかってんぞ、勝たせよツンデレは本当なんですか。ツンデレだよね。デレ、デレもないけど、まあサバサバ、でもサバサバ、うん、サバサバしてんのかな、してない、どうなんだろう。でもなんかいい意味で自分にしか興味ないところがいいよね。マジ、なんか人にしか興味ない嘘全然嘘。なんかそういうさ、いざこざとかさ全然興味ないじゃん。ないないない。なんかその他人がさなんかやってるとか興味ないから、うん、なんかそういうところはすごいいい。ない。目の下にクマがありますけど夜中何してるんですかって。目の下にクマあるけど夜中何し夜中は寝てますけど、でもなんかミキにてかさみたいな、何なんだっけ、私なんか整形したいみたいなこと言ったんよね。そしたら、いや、ゆうマジガチで、いや、ゆうか熊取りした方がいいと思う整形進めてきたから、ね、いや、ダウンタイムがあるから無理っつっていやでもゆうかマジ熊取ったらもっと可愛くなると思うよ。いや、もうこれ熊ってと、でもさ、それ言われてからめっちゃ取りたくなっちゃってさ、うん、熊だって取ってる人ほんと多いから、うん、マジ全然変わるよ。あと糸リフトって、そう、糸リフトしたいしたい。優しいけどちょっと頼りない人と、気が強いけど頼りがいがある人、どっちが好きですか。優しいけどちょっと、優しいけどちょっと頼りないのか、気が強いけど頼りがいがある人。いや、気強い方がいい。マジ、うん、でも彼氏とかそういうことだよ、これの方が良くない。え、やだ絶対喧嘩になるもん。だって自分も気強くてどうすんの。でもさ、気強くてさ、こうガッて言った時にさ、なんかもうショーンってなっちゃったらさ、なんか張り合いなくない。なんかこう攻撃なくない。張り合いなくていいじゃん。シュンってなっちゃうから、あ、もうこの人には言えないなと思って言わないんだよ。そう、でも言えるなと思ったらその一生さ、オラーってなるじゃんオラオラーそっか。でも頼りたくない、知らんけどすいません、お名前教えてください。今村優香です書いてます。ガリエがすごい盛り上がそうな思ってるんだよね。じゃあミキはどんな人と付き合う、付き合うならどんな、どこは外せない。あー、え、でもどこが外せない、でもちゃんとしてる人、なんて言うんだろう、難しいよね。自立してる人、うん、
なんか普通に毎日頑張って生きてたらいいかな。わからん。誰だよ。ゆりかさんは。私はね、なんだろうな、なんか正論ぶちこう、正論こうなんか言、はいはい、おし、何、なんていうの、わかる、うん、わかる、嫌だよね、うん、正論しか言わない人、そうそうそう、いちいち正論に正しされたらなんかはいってなる。資金借り合うんですねいや、基本すぐごめんねっつって言わないでしょ。言わないけど平和主義だから。でもね、ほんとちょっと前に比べたらもう優香マジで丸くなったよね。ほんとマジでもうトゲがさ、あれ全部ぐらいついてたのにもう今ないもんねぶつかりすぎたんじゃん、もう全部折れてきた。いやマジでその説あるよ。まあこれが年を重ねるってことです、うん、私気弱です、大丈夫です大丈夫何の、そう、騒いでんのはシオンとハマです。踊ってるみたいです。カバチトリが嫌い、どういう意味わかんない。あ、誰に憧れてましたかって、誰かいる。あ、でもミユさん、あ、ちっちゃい時、今、あ、というか、いや、どこでもいいけど、ミユさん、今村トゲかミユさんは結構私の中でなんか憧れというか、なんかスポーツマンとして尊敬してるな、うん、考え方とか平和主義がガン飛ばし、それな平和の象徴よすっげえ笑顔可愛いんですけど、そうゆうかって可愛いとかさ、なんか褒められるとさすごい照れるよね。照れるというか正解がわからなくない。ミキめっちゃ可愛いんだけどって言われた時の、うん、ありがとう、ミキってさ可愛いよね、うん、だよねみたいな。でも優香はねそういうこと言いそうに見えて、何、じゃあ分かった、褒めてるとか言って、何が正解なんだろうね、何もしてないんだけどねつってそれぐらい言ってほしいわ。別に努力してないんですけどねつって、髪の毛のお手入れは時間かかりますか、お手入れしません。そうね、すごいんだよね天然。いや、隣のお姉さん、私隣のお姉さんの名前です吉田美希です挨拶してちゃんと。あ、吉田美希です、よろしくお願いします怒る時の顔見せて、いやもう完全に欲しがってる人たちじゃんその層に刺さってる、230人も見てる。怒らせてくれたら見せますよやばいやばい。あ、なんか、ああそうそう、なんであんなに縄跳びしてるんだろうって話してたらノート読んで感動しました。そう、めっちゃねやってたから。そうで、多分あのトレーナーさん木下さん、うん、もう私がそのアップ不足だっていうのを察してたから、うん、次の日もあれやれこれやれって指示もされてたから。ああなるほどね。そう、あれだいぶきついよね。だいぶきつい一生乳酸溜まって、いや、あれはしんどいわ。そう、私も吉田です。わおわおわお、吉田さん大好きだって。はいはい、はい、かわいい。まあね、あ、ぼる塾風が正解です。あ、ね、あ、これね、まあね、大学時代から応援します。嬉しすぎ。ゆうかの大学時代はね、本当に伝説。試合前のルーティーンとかありますか。ルーティーンは特にないかな。アップを一通りするぐらい普通すぎて、ルーティーンっていうかそれはアップアップですそろそろ勉強しないと怒られるのでアーカイブで見ます。はい、リンゴ、リンゴちゃん、りんごちゃん、勉強頑張ってください。最近何してる。最近なんかハマってるのある。ドラマ、映画を見てるじゃん。あー、やっぱそれだよね。なんか面白いことないかな。ゆうか気づいて。何、あ、
まいちゃんだ、友達が友達だ気づいて気づきましためっちゃ見てくれてた。好きな格闘家誰ですか？格闘家気になる。格闘家って何？ボクシングとか？え、なんか何でもいいんじゃない？痛い系の。いや、あんま分かんない。分かんない、うん、でも一時なんか穂積いなかったっけ？誰？吉田じゃねえなんとか穂積。皆さん教えてください。気づいたよ。何？なんとか屋さんの中町彩さん、 YouTuber の人だよね。見たことない。今若い子に人気の、ついてきてないわ。そろそろ怒ってもらいたいですそろそろやばいね、怒るキャラになっちゃったあ、そう長谷川穂積。あ、めっちゃイケメンの人だ。違う？わかんない。え、なんかすごい強い人だよね。前強かった。結構こう前で結構こういう感じ。今じゃなくて今強い人いるよね、一人イケメン。今すごいイケメンの強い人いるよね。あの人じゃないんだ。それは好きだ。それはそれで好きじゃん。へぇ天心ではないよね。天心ではない。あ、長谷川穂積。今の強い人は誰ですか？食事制限してますか？食事制限ね、してるようでしてない、してないようでしてるみたいな。よくわかりません。いや、最近痩せたミッキーは食事制限はどうですか？あ、井上、読めない、あ、直也さんかな。うんそうだよね、強い人。うん、イケメン、イケメン、うん、イケメンだよね、あの人ね。で、ミッキーは食事制限はどうですか？私マジで料理してる。何作るの？昨日は休みだったから朝からオムレツとなんかトッポギみたいなの作って、昼は照り焼きチキン作ってっていう。すごいね、それ一日に何回も作るんだね。そう、なんかすぐさ、お腹空いたらすぐなんかコンビニで爆食いとかしちゃうわけよ。よくないなと思って。確かにね。料理する？しないよね。しない？しない。え、なんか作るって言ってなかった？え、多分、自粛中だから1年ぐらい前だけど。肉じゃがじゃん？え、みんな肉じゃが作るよね。なんで肉じゃがにたどり着くのか分からん。それは肉じゃがはなんか急に肉じゃがができてきたの。もう衝動に駆られて、うん、で作って。あ、でも私はピーマンの肉詰めじゃん。あ、知らんけど。そうなの、うん、得意？得意、絶対うまい、絶対うまいな。好きなカールはチーズ味ですか？チーズ味以外なんかあったっけ？分からん。いや、コンソメでとか言って違うっしょ。コンソメないよね。ないでしょ。海苔塩ないでしょ。カールはチーズだけだよね。チーズ一択ですよ、多分。知らん。バレー選手じゃなければどんな職業されてましたかって。バレエしかやってない？スポーツ。水泳とかやってた。あ、バレエやってなかったら多分、何、多分ね、しょうもなかった、ね、言わないでよ、その後に職業、うん、多分なんか適当に生きてたんだろうな渋谷で遊んでた時の武勇伝教えてください。武勇伝はないよ。好きなチーズはカールですか？マヨさんなんだけど。それニキに聞いてんじゃないの？好きなチーズはカールですか？いいえ、違います。ブルーチーズじゃん。え？やっぱもう癖じゃん。癖しかないじゃん。ブルーチーズが好きです。やだ、普通に避けるチーズがいい。ルークとツーショット好きです、よく話すんですか？いや、ルークとは話しますね。なんか私のよくわかんない英語も聞き取ってくれるから、なんか嬉しいだよね、うん、ルークがね、今年行けなかったね、うん、いや本当に。バルボッカー3人で行ってたんだけど、毎シーズン2年連続ね。そう、今シーズンは行けなかった。残念、うん、なんなんじゃん、すごい使うじゃん。そう、癖じゃんカ
ール売ってないと思ったら関西しかない。え、そうなの？え、そうなの？カールおじさん。マジ？ルークってめちゃめちゃ頭いいって本当ですか？ゆうかさん、ゆうかさんなれるくらいって。お医者さん？あ、文字が。ルーク頭いいよね。頭いい。ブルーチーズ、おー。おお、それは共感してくれてんのかな。違うでしょ。ジョナさんのあーのやつでしょ。そういうこと？歌舞伎町の不良。いやマジほんなことない。もう。でもまあね、青学ですから。なんと言っても。青学です。カナヤとはわけが違いますよ。カナヤは何して過ごすの？何にもしないよね。だから。いやいやいや、何言うつもりや。何もしないのかのよ。うーん、でもさ、何もなかったら何すんの。逆に、だから練習だよね。あ、一生練習。うん、でも私たちの時はすごい練習してたから、うん、なんかあれよね、うちらはみんな一人暮らしに帰ってくからさ、うん、練習終わったら、うん、あ、違う違う違う、実家に帰ってくからさ、うん、なんかこうどっかの家に集まってとかない、はい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 、ないじゃん。え、実家なのほとんど、うん、ほとんど実家、みんな東京ってことじゃん基本。やば、何人か。どういう話すんの、なんか東京生まればっかりの人って。え、何の話してんだこれ。あの子かっこよくない。なんかさ、東京生まれの人ってやっぱちょっと違うよね。だってあのさ、複雑な新宿駅とかも全然行ってるわけでしょ。なんだってなんだってなんだって言ったら何。あの新宿とかで普通に遊ぶわけじゃん。おうおうおう、もう新宿とかさ、私たちが、私とか行ったらさ、もう迷子だよ。嘘、無理無理、あんな、てかどこで集合ねとか言われても行ける自信ないもん。嘘、うん、東京駅ぐらいじゃない、分かるの。東京駅の方が分からん。あ、逆に、うん、新宿分かんの。新宿はまあまあ分かるんじゃない。でそこでさ、生まれ育ってるってやべえよな、普通に考えて。複雑な新宿駅わかるってでしょ。大阪駅もめちゃめちゃわかんなくない？大阪駅マジでわからん、うん、あれはわからん、違う意味で、うん、結構裏切られるよね、うん、大阪駅って。まず降りる、あ、乗った車両でもう運命変わるからね。そうそう、しかもさ、なんかさ、上に行くのと下に行くのとかあるじゃん。マジでそれ。でも結局なんかここに出る一緒みたいな、うんうん、いつもなんかあれ何って思うよね、うん、降りてさ、上に上がるやつと、そう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 、どこみたいな、もう惑わしてくるよね、一瞬ジタバタしちゃう自分がね、本当に。結局好きなとこ出れないし。それ大阪駅はマジで毎回迷子なる。うんうんうん、本当に迷子。出身高校どこですかって。駿台学園です。中学も？中学も。それは最寄りどこなの？王子。王子？王子。うーん、赤羽とか近い。あー、青学は厚木？いや、表参道。やばいでしょ。表参道と淵野辺。表参道にある。練習はどこでするの？表参道。あー、え、じゃあみんな違うキャンパスにいても。うん、そう。あ、大変だね。でなんか1年生の時だけその相模原の方のキャンパスで、うん、授業終わったら急いで行かなきゃいけないみたいな、うん、けど1年生だからその何時の電車にあるとかもよく分かんないし、うん、でなんかこれに乗らないと間に合わないっていうのがに乗れなくて、うん、普通に遅刻。何も言われないの？しっかり怒られた。あ、これまでに乗ってみたいな。あはい。何学部か。文学部の芸術学科で、歌舞伎とかを学んでた。意外ですよね。歌舞伎とか美術。歌舞伎学んでんだよこの顔で。音楽とか。畑くんと同じ高校です。あ、同じ高校ですね。へえ。2個下。バレーボールしながら大学の単位取るの大変すぎませんか？大変。顔疲れてるの。顔疲れてますよ。
表参道電車降りたら綺麗なお姉さんばっか。わかる。遅刻するのは悪ガキってキラさん。キラさん東海？キラさん東海。山さんにはお世話になってました。一個上？四つ、三つ上。あ、そんな上か。一四。なんかそんなに上とは思わせないあの親近感なんだろうね。いい人。さすがだね。みんな好きだよね。山さんの悪口言う人いなくない？いないね。本当にみんな好き。いい人だよね。うん。なんであんないい人なの？なんで青学行けたんですか？それな。それ一番聞いちゃいけないやつ。なんでだろうね。表参道はジャージで歩かないでしょ。私服？いやでもあの私服だったりジャージだったり。あ、そうなん。リーグとか普通に。ああ、青学のジャージってどんなの？紺。え、どこ？メーカー？水野。え、青学とか入ってんの？ここに青山、青山学院って入ってた気がする。ああ、そんな目立つ感じじゃない。うん、ああ。そのカノヤのジャージで歩けませんよ。どこまででも行ってたから。お世話してました。ヒラさんとはどこで一緒にやったの？え、ユニバー？ユニバー？ユニバー。それ日本でもちょっとやったし、うん、でもなんか最初その東海に私のその寸大の先輩がいて、でなんかその先輩まじれでなんか仲良くなった。あー、リーグ中のストレッチとかに。なるほどね。高卒じゃなくて大学に入ってから部位に入ったのには理由がありますか？あ、大学進学したってこと？うん。ああ、そんなバレエを職業にするあれがなかった。ああ、そうなんだ。うん、へえ。なんかそんな真面目にやってないとかじゃなくて、うん、なんかお金をいただけるまでちゃんとやれないなって思ったから、学生大学に進んだ。ユニバーサルスタジオ。ユニバの正式名称ってなんだっけ？カノヤのジャージ気になるって。今度あげますよ。ユニバーシアードか。あ、ユニバーシアード。 NEC の子？いや、違います。違います。ちょっとスカートの話とかはちょっと分かんないな。あの、なんかやったの意外とあれだね。何？ すげえすぐ眉間にしわ寄せるから。結構真面目なんですね。真面目です、意外と。うん、真面目なところもある。うん、インテリアの、インテリア。ユニバーシティ？おにぎり派ですか？おむすび派ですか？おにぎり。久密に入った決め手は？久密に入った決め手は？なんだろうね。やってみたい人がいっぱいいた。一緒にバレーを。キラさんって山岸選手のこと？そうです。好きなボールは何ですか？ミカサかモルテンだった。あ、そういうこと。ミカサ、モルテンで全然やらないね。やらんね、オリンピックまではね。ミカサになってる。泣くのと怒るのどっちが多いですか？怒るの。やっぱ泣く。泣かんね、あんまり。ああ、あんまり。一番最後に泣いたの覚えてる？なんだろう、優香泣いてるの見たことないかも。やるよ。嘘。あるっしょ、あるっしょって泣かなくない？でもね、やっぱこうどん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 泣きたくなるよね。やってること、年を取ると、うん、涙腺もなんか弱くなって。弱くない？まあでも、え、泣いてるの思いつかないよ。うん、 NEC と対戦するときめっちゃ気合入ってますよねって。え、そんなことない。そんなことないっていうのはあれだけど、常にギア入ってる。いつも一緒。かぼちゃコロッケ食べたよ。いいなぁ。いい。頭にきたエピソード教えてください。頭にきたエピソード。何？
頭にきたエピソード、最近ムカついたこと、なんだろう、なんかある？ないね、ムカついたことないね。何飲んでるんですか？青汁です。伊藤園の青汁です。青汁です。キオラさんとの思い出聞きたいです。だってキオラとの思い出なんかあるかな。でもキオラはもう結構高校ぐらいの時から、中学、中学から知ってる。キオラとの思い出はなんか特にでかいドーンっていうのがなんかなくない？あーこれみたいな、うん、なんか常になんかこのテンションでずっと話してるみたいな。多分2人にしか何話してんのっていう感じのことを永遠と語り合ってるみたいなとか。確かに。ちょこちょこ連絡取ったりしますね。吉田さんも優香さんには遠慮、なんて書いてあった？遠慮なく言いますね。そう。あ、大丈夫ですか？あ、なかった。運転しますか？優香のね、暴走運転。いや、意外と安全運転だった。てかミキ、ぶつけた？車。え、ぶつけてる？え、わかんない。何？どこ？あの車用車。私？え、わかんない。誰の、誰かぶつけてない？車用車？うん。え、知らん。そう。誰？わかんない。何の話題もなってなかったけど。階段トレーニングきついですか？きつい。きついね。うん。硫酸溜まっちゃうから。小島先輩？あやのさん怖くはないね。うん、あやのさんが丸くなったよね、それで言うと。うん、なにロンリーウルフって。こんな事故試合会場の抽選で当たったサイン入りパネル、永久保存です。今村の当たったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。大事にしてください。大学時代はよくどこで遊びに行ってましたか？やっぱそのまま表参道、原宿、渋谷あたりを。何して遊ぶの？それこそご飯食べるの？ご飯食べる、買い物。お金使うよね、相当。バイトしてた。バイトしてた。ああ、バイトできるんだよ。マナちゃんは怖いのでしょうか？トイマナ？ん？マナが怖い。マナ？マナ怖い？いや、怖くはないよね。怖くはない。怖くはないよね。怖くは、なんか意味深だよね。怖くはない。変な風に。怖くないです。愛嬌たっぷり。愛嬌。マナもでもなんか大人になったよね、うん、知らん。ね、なんか大人になるよね。そう、なんて言うんだろう、今の選手寸大なんですか？うちの姉も寸大バレー部でした。誰か気になっちゃう。バイト何してたんですか？それは言いたくない。なんで？なんで？あーよ、全然大したことないんだけど、ね、なんかさ、うん、さっきのさ、うん、なんかコメント来てたやつさ、うん、何も返してないよね。腕玉しか言ってないよね。え、あれ、の事前に来てたやつ、うん、来てたっけ？結構返してよ。あ、嘘。多分じゃあ記憶に薄れただけだわ。だって写真集出せないんですかとか。あ、そうじゃん。損が気になっちゃう。あ、ブルーベリーもね。損。損。そっか。あ、答えだよね。うん。ゆうかさん信者がちらほらいる。あ、そっか。マネさんのことも答えたわ。国内旅行だったらどこ行きたいですか？北海道に行きたい。あ、いいね。北海道行きたいわ。超ガリガリと超ゼムならどっち選びますか？どっち選ぶ？どっち選ぶ？え、自分がってことじゃないよね。え、自分がなれるならじゃないよね。
相手が相手じゃない。どうしよう。でもデブじゃないかな。デブのさ、どうなんだろう。超デブのさ、ドバイブよね。確かに確かに。あのもう生活保護レベルのさ、もうこういうさ、あ、生活保護じゃないからそれ。ね、なんつうの、なんか、うんうんうん。立ち上がれないほどのデブはさ、デブ。でもさ、今まで生きてきてガリガリってことは、多分この先もさ、ガリガリ。うん、ガリガリじゃない？多分。デブを痩せさせるみたいな。一緒に頑張ればさ、もしかしたら。確かに。じゃあデブ選ぶ？じゃあなんか言葉は本当に。しかも言葉もさ、デブっていう、そうそう。ふくよかな方ね。長岡さんの好きすごいところ教えてください。はい。いやすごいよ。どこですか？すごい、もう考え方がしっかりしてるというか、一人の人間として自分を持ってるというか、ぶれない。うん。あの写真の時もなんか話してたんだよね。うん、そうそうそう。おお。崩壊した。ちょっと喋ってて直すから。嘘じゃん。すいません、痩せますってきてる。いいですいいです。痩せなくて大丈夫です。自分のことだったんで。でも選ばれてるからね。放送事故。会話、いやでも太ってる人も太ってる人っているもんね。何フォロー。必死必死。必死です。面白いね、このどっちですかシリーズ、ね、超お金持ちと超貧乏どっち選びますか。もうそんな、それはもうね、それはもう愛のデカさに変わる。違う。そうだよ、愛だよ、愛だよ。超貧乏はでもやっぱダメだよ、ある程度はないとね。うん、ちゃんとね、うん、生活をしていかないといけない。好きなアニメありますか？ナルト。マジ出てる、うん、ああそうなんだ、うん、43巻が好き。ナルト？ナルト。あ、銀玉だった。資金ってさっきからさ、ん？資金ってさっきからすごい言ってる。すいません、あ、この人ね。あ、もうあと2分？本当だ。痩せマッチョ。痩せマッチョとゴリマッチョなので痩せマッチョがいい。ミキはゴリマッチョ。痩せマッチョでしょ。だね。だね、やっぱりスクショタイムだって。ゆうか、ちょっと真ん中来て。夢はありますか？夢は何ですか、ミキティ。夢はでも、なんだろうね、特にないよね、夢とか、うん、普通にでも健康で楽しく。あ、でも、うん、一軒家建てたい。マジ、うん、あ、でもそれちょっとわかるかも。で、なんとかアイランドキッチンだっけ。アイランドキッチンがいいの？うん、だから飛ぶよ。絶対掃除大変だよ、あれ。マジ、うん、知らんけど。はい、一人でなの？二人でいいやん。いや、だってこれあるもん。いいじゃん。じゃあまず一人でやって。どうやってやってんの、みんな。ピースって。辛かったんだけど、今のも。いや、でも1秒ぐらいしかなかったからさ。ほら、みんなまだ。今取れたでしょ。やり逃しちゃってる人いるからさ。照れてんの？照れてんじゃない。ピース。で、肉。ね、顔に耳かけてよ。あ？え？顔に耳？あ、髪に耳かけてよ。髪を耳にかけてみて。みんなさ、ゆうかのこと好き勝手やって、本当。今も元気？また応援に行くねって。ありがとう。来て。なんかあれじゃん。じゃあミキティとツーショット撮ろう。あ、そう、アーカイブ、あの、ゆうかから YouTube にやってみようと思って。どういうこと、どういうこと。あ、YouTube に載せんの、これを。そう、 YouTube にも載せてみようと思って。めっちゃ逆上がりしそうする。どんなイメージ。私できない。私も歩けん。支えてもらえない。逆立ちじゃないよ、逆上がりだよ。あ、逆上がり。サッカーがやできるわ。ピースを YouTube。 いや、そうだよね、確かに。ゆうか
全部そうじゃん。そうだわ。閉じる閉じる閉じる。え、やっぱ YouTube の方がいいのかな。倍速できるもんね YouTube。 うん、インスタのアーカイブはそうだ、ビビビンしかできないもんね。倍速できないから YouTube 手上げたぜ。ゆうかさん、体に気をつけてください。あ、優しい。あ、いつも最後に今日の晩ご飯聞くってやつやってて、うん、やっぱテンション上がるんだ。今日の晩ご飯教えてください。今日の晩ご飯みんなね、お腹がすごい鳴る。お腹すいた。私もご飯食べてないの。何食べたい？私、うん、今寿司かな。寿司、じゃあ一品目、はい、回ってきたな。何取りますか吉田選手？サーモン。サーモン。次、縁側。おお。次、イクラ。おお。でもさ、東京になんかお寿司の食べ方あるじゃん。あるのよ。え、な、渋谷のところ？え、なんか結構ある。緑寿司？結構あるよ。うん。行きたいんだよね。今日は寿司。マジ？豚の生姜焼き。グラタンです。カレーを作ってます。いいね。なりおし、あ、サバ？これ何？サ、アジ？アジ？サバ？もやし、豚バラ、肉炒め、いいね。いいな。バターチキンカレー。え、ちなみにさ、シチューってさ、おかず？スープ？スー、おかずではなくない？だよね。ご飯のお供？え、待って待って。ご飯とシチューで完成？成立してる？カレー的なやつ。あ、そういうこと、うん、ご飯にかけるってこと、うん、で、終わり？何？おかずはって？おかずはっていうか好きなもん食べ好きなもん食べ。そう何の話だ。ご飯にチューチューをかけますかっていう話。違う違う、あのね、うちはシチューがスープだったわけよ。あ、味噌汁的な。そう、だからカロリー肩なわけ。なんかそこにハンバーグとかいるわけよ、ちゃんと、うんうんうん、なのにシチューをスープみたいに食べるからもうカロリー取りすぎなわけよ、うんうん、だからみんな太ってたわけ、ちっちゃい時にっていう話。じゃあそれはじゃあかい、あれじゃん、太っちゃってたんだから。そう、ダメなのスープではない。シチューが、そう、スープじゃないって気づいたの最近なの。マジ？うん、っていう話。カレーです。シチューかけるよって。パンなんだが、あ、ご飯として一緒に食べます。あ、やっぱみんなそうなんだ。です。でもいいよ、うん、ハンバーグ食べたかったら食べればいい好きなもん食べ。ゆうか様からのありがたいお言葉いただきました。好きなもん食べ今も打て打て、イエーイ。閉じとこ吉田さんのお母さんやるなぁ。そう、やんちゃです。やっぱり電話戻らないで。で、結局今日の晩ご飯何だった？最強漬け。最強焼き？あ、最強焼き。サワラの最強焼き、うん、と温野菜と何かあったっけ？スイカ。お好み焼きと白米。いや、それはないな。焼きそばと白米はやる。え？いやマジでそれはおすすめ。焼きそばを作ってそのままボン。あ、まあでも美味しいよね絶対、うん、焼きそばはおかず。美味しくないわけない最強焼き好き。私も好き、ね、え、何が、あ、ホタルイカか。ホタルイカ、ホタルイカ。あと何、最近ハマってる食べ物、最近のあれは何ですか？ハマってるの、うん、食べ物。でも簡単に作れるやつはあの巻くやつ、巻く系、すぐ巻けばいいのよ結局。納豆巻きとか？あ、違う違う。あ、オムレツ？あ、違う、なんか例えば豚の薄切りにしたお肉にレタスを巻きますとか、あのささみに大葉とチーズを巻きますとか。もう巻けば美味しいのよ。巻かせて巻かないで、そのまま同じ味付けでさやればよくない？焼きそば定食ってあります？やっぱり最強焼きそば。白米と KFK のチキンなし。なし、絶対なし。手巻き、手巻き寿司、
焼きそば、そば飯、それか、そば飯があんじゃん。いや、ぶち込むの違うでしょ、別々でしょ。いや、あの、あ、ハーフハーフ的な。あ、任せてあげよう。そうだね、見栄えも大事だからね。そうだよ。最後に、あの、おうち時間、今日のテーマは、ね、おお、いたごめん、よいしょ、やらかした。おうち時間をスプリングスとハッピーにっていうテーマなんですよ。はい、それを言ったら閉まります。締めです。誰が言うの？え、言う方よ。私が言うの？すごい、200人も見てくれてるよ、ずっと。嬉しいね。嬉しいね。名古屋飯めっちゃジャンク食べたい。でもちょちょこちょこ癖ある人がいる吉田さんにどういう巻くだってね。巻くよね。巻かんわ。巻くよ。でも私一人暮らし始めて初めてやったのは巻くだわ。何巻いたの？オクラでもオクラ生のまま巻いてえ、何を、何で巻いたの？豚バラかな。あ、でマニアックなやつ言ったね。でオクラこう巻いて一生こう柔らかくなんなくて、もう普通に電話、みんなに電話ねえねえつ硬いんだけど、いや茹でますって言われて、あ、そうなんだ。そっから一生懸命抜いていく抜いて茹でて。そういう人いるよね。まかませんでした。ピザ食べよう、ピョーピザだって。ピョーピョーピョーって言ったっしょ今。ベルがもう回らなくなってきて。一番最初にさ、あの清原とさ、優香と3人でピザパーティーしたよね。どこでした？5階で。みんな、したみんなが入ってきてさ、すぐ始めましての時ピザパーティーしたわ。何気に3人でさ結構行ってたのにさ、うん、なんか後半行かなかったよね。ね、なんでだろう。ゆうかがでも怪我してからじゃん。私怪我した時どこも何も出かけてない、うん、トイレにも出かけねえよあ、初めて声聞きましたって。声出さないもんね、あんまり、うん。ピザも巻こう。何で巻いちゃう？チーズで巻いちゃう？ピザ、うん、あ、でもピザそのまま巻いて食べる人。ああ、そっちね。冷凍オクラあるでしょ。最後に一言、最後に一言、一曲ね。あ、一曲やば、自分のいいように変換してる。歌う？歌わない。カラオケか。マジ、うん、じゃあ歌いたいよくないんだ。うん、ない。歌っていいのに。やだよ。よし、よしとか。吉田さんの髪かき上げるとこ好きです。そう、すぐやっちゃうんだよね。癖なんだよね。すぐお母さんに怒られるのよ。いい女ぶってるから。髪ばっかり触って。恋に恋しました。マジ？そんなこと言われたの初めてなんだけど。声いい、いいですか、ゆうかの声。なんかこっちに反映されてもらえるやつがあります。テーピング、ピンクも巻きましょう。吉田さん髪伸びたよね。伸びた。私伸びるの早いんよ。どうしていくのそれから。でもね、切ろうと思ってこんくらいに、来月、うん、そんぐらいがいいと思う。髪、髪傷んでるって言うかに言われたから。そう、キューティクルがなくなってるいや本当そうなんだよね。自分でもなんか見ないようにしてたけど、言うかに言われて。そう、ちょっとシビアに言ってしまった、うん、でも急いでトリートメント行ってよ。大事。何もしてない私が言うのもなんだけど何もしてないのにこの髪質ってマジで才能。髪の毛は結構褒められるからね。やっぱり日本姿がかっこいいよね。ゆうかかっこいいよね。スタイルいいし。ありがとう。みきさんのお団子ヘア見てみたいです。こうじゃん、こうじゃんあ、こっちこっちやばもうアウトでしょ。もう巻いてしまいましょう。どういうこと？めっちゃみんな巻きたがる。切らなくていいよ。だって切る。カラオケの勝負曲、勝負しませんゆうかさん、パワフルスパイク見せてね。いね、見たい、うん、そんな感じですかね、うん、どうですか、うん、楽しんでくれましたか。
吉田さん抱っこしてください。またえ誰を言うか分かんない。優香さん吉田さん気に入る。吉田さんも優香さんくらい髪切ってほしい。だって優香だいぶ短いね、うん、それは無理だわ。一番跳ねる。そう今伸ばしてる私も顔やべえだろふとした時の顔が死んでいる。楽しかったです。ありがとうございました。すごい見てくれてよかった。ゆうか様の顎の輪郭が好きってちゃう超嬉しいじゃん。当てディフトしなくていい ね私輪郭超嫌いだから。ロン毛おさらば二人でやってほしいです。ねえ、ひかりちゃんも同期だけど、うんうん、楽しかった。試合見に行きたい。ありがとうございました。楽しかった。いやだからちょっと顔しょ楽しかった。これ見た。ありがとうございました。はい、じゃあめちゃめちゃ自由だったけど大丈夫。うん、みんなが大丈夫って言ってるから痩せます。痩せなくていいです。めっちゃおもろいじゃん。本当に痩せなくていいです。ゆうか様のトートバッグ宝物、あ、あれ買ってくれたんだ。ありがとうございます。愛用してください。また写真撮りましょう。撮りましょう。眉間、あ、玉の眉間のシワにもキュン。よくないよ。私もダイエット頑張ります頑張ろうみんなで。私も頑張る。仕事終わって今着きました。来ました。お疲れ様です。でももう終わります。いいね、なんかアイドルの配信見たすごいコメント読んでさやばいね、ぶってるわ。応援行くから試合出てね。出ます、頑張ります、とかいうやつでしょ。これ友達ね。あ、そうなの友達です。筋トレしようと。アイドルみたいにやろうよ。腹筋10回。10回じゃ遅いな、ちっちゃいな。何回？30は行こう。すいません、すいません。え、そんな全然謝らなくていいんですよ。本当にもうすごいあなたが素敵だからみたいな。あなたのことが好きだから、好きだから、そのままのあなたが好きだから。モテ期来てますね。え、来てない、来てない。アイドルで締めましょうって。あ、そうやん、アイドルで締めてよ。じゃあ何、どういうこと、無理。これをやめてくれ。アイドルで無理だ、それだけは無理だ。じゃあ何、痩せマッチョになってから試合見に行きますいいえ、楽しみ。今のありのままを見せてくれ違う、得意なものまでもありません。面白い、本当だって。ありがとうございます。怖いイメージが払拭されたみたいでよかったです。怖いイメージあんのかな、やっぱり。知らん。いや、そういうキャラにしてたげちゃってるからさ、こっちが勝手に。うん、まあ、でも優しいキャラでもないもんな。まあね、 DVD にしてお前とかさ、マジ需要ある私にありのまま白澤選手のモノマネ、白澤選手のモノマネ何、応援して続けます。ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりますか。はい、じゃあこれやって。なんだっけ、これを言えばいいの、うん、え、どういう、そう、皆さん、あっ、このおうち時間をちょっとね、今感染者増えてきてるので。あ、アリサが来たよ。ゆうかさんは美意識が高いって言ってるアリサ来んの遅くないかい。確かに美意識高いね。すごい美顔器使ってるもんねいやだから10年後の投資だよ。熊取ったら教えてね。熊取ったので今度ナイトルーティンお願いします。あ、いいねいいね、やろうよ。やるよ、のナイトルーティン。あーっつって、あーっつって、うん、なんか食べたがってますねーっつって家の中何回も行き来してますっつって。アリサは美味しいものにたどり着いたかな。あ、誕生日だって、おめでとう。
何歳になったんですか。私の父さんと一緒だ。今日私の父さん今日誕生日。おめでとうございます。おめでとう。アイドル優香のナイトルーティーン YouTube で着たい。いいじゃん。な、うん、いやきついだ、きついなって尺が持たん。え、だからいいんだよ、編集すればいいし。やる方向で今村マジライブやらなくていいか。またのが好き。もうやめて。違う違う、間違えた。間違えてないでしょ。今の編集しよう。たどり着きました。よかった、プリンを食べたそうですな。うん、おめでとうって言ってる吉田パパ、ありがとうございます。何歳？57歳。石井さんに一言、ゆきさん頑張ってますか。頑張ってください。私も頑張ります。すごいね、こんなに緩くやってんのに全然さ減らないのがすごいね。需要あるよ。ないでしょ。アンコールだって。何にアンコールされてんの。絶対飲んでが好きな最初。鼻じぶ。あと練習終わってからの撤収が早い。あー、せっかちだもんね、ゆうかね。そうよ、せっかちよ。めちゃくちゃせっかち。自分自身に一言、いいじゃん。自分自身に一言、うん、何どういうこと。なんか成人式みたいなやつあるじゃん。ん、二十歳になった自分へみたいなやつ。ああ。いやもうやだよ。もう今この瞬間にもう全てのことを後悔し始めてるからさ。ド M がいっぱいいる、間違いない、この会話。あーもう遅延希望、あ、じゃあそろそろ終わらないと、終わらないと。じゃあ閉めてよ。そうだよ、私がさっさと言えって話じゃない。そしてさ、おめでとうございます、頑張ってください、応援してます。せっかちな。今度浜松選手と一緒にライブしてください。無理です。無理です。浜松選手は単品のが面白い、ミキがね引き出すから。え、もう出てるでしょあの子。何が。あ、もうそうか、溢れ出てるから。あ、カーミン頑張ってね。はい、もう終わりよ、あと30分の、あ、もう言います。はい、もう勝手に言えばいいの。え、なんかあの工夫してね。みんながお家にいて楽しいなって思える、どんな人や。じゃあお家時間、え、お家時間、いいよいいよ、頑張れ。ハッピーにスプリングスと、ん、ちょっと読めんのね。スプリングスとハッピーにね。うん、そう。ではこれ全然わかんないんだけど、あ、指閉じピースでって言われてる。いいじゃん。え、これでそれで言ったらみんな喜んでくれるんかな。おかしくない。完全におかしいでしょ。おかしくないよ。おかしいでしょ。イエーイ。ではおうち時間をスプリングスとハッピーに過ごしましょう。イエーイ。イエーイ。ありがとうございました。乾杯。乾杯。乾杯乾杯。じゃあアーカイブは YouTube です。さよなら。さよなら。元気でーす。ありがとうございました。すごいね、200人も見てくれてる。じゃん。おつでした。